モンスターズ・モンスターズは2014年5月30日公開の日本のアクション映画。2010年の韓国映画、超能力者を原案とするリメイク作品であるが、オリジナル作品とは結末が異なる。視界に入った人間を全てのままに操ることができる男がいた。彼は必要な時だけ自身の能力を発揮して孤独に静かに生きてきた。しかし、 そんな彼の前に自身の能力が効かない唯一操れない男、田中を悪い血が現れる。週一を不快に思った男は、終わり一を殺害しようとする。制作が発表された時点での仮のタイトルはモンスターだったが、主人公の二人の男がどちらも怪物であり、また複数形の S ではなく Z であるのは、二人の戦いと存在が、 Z イコール究極であることも意味しており、さらに Z の文字を形成する平行する2本の直線と、それに交差する車線から、交わるべきではなかった2人の男が出会ってしまう宿命を意味している。全国327スクリーンで公開され、2014年5月31日、6月1日のオープニング週末2日間で、公衆1億9、 441万1、950円、動員16万2522人になり、映画観客動員ランキングで初登場第3位となった。ありがとうございます。